いたします。ご着席いただきまして、シートベルトのご着用をお願いいたします。よろしいでしょうか。はい、バス出発いたします。皆様改めましてこんにちは。今日はジェットライナー試乗会にご乗車いただきましてありがとうございます。これから皆様をジェットライナーの試乗会ということで、メッセ展示場をぐるっと一周回ってまいります。約10分ほどの工程となっております。さて皆様、夜行バスの乗り心地はいかがでしょうか。他の高速バスとは違いまして、シートがふかふかで、また足も伸ばせてリクライニングも、深く倒せることができます。皆様が快適に、お過ごしいただけるように、物力ブランケット、また使い捨てのスリッパ、ご用意しております。また、充電ができるコンセント、USB ポートも、ついております。この夜行高速バスジェスターライナーですが、全部で5台、車両がございます。この5台は、千葉を出発しまして、ディズニーランドを経由いたしまして、関西方面、奈良、神戸、大阪、また名古屋に向かって1日1往復、バスを走らせております。まもなく、車内消灯をいたしまして、実際に、夜の状況を作ってみたいと思います。一旦車内暗くなりますので、お手回り品、ご注意ください。はい、いかがでしょうか。綺麗だね。照明を落としまして、ぜひ、天井をご覧いただければと思います。このプラネタリウムのような天井ですが、なんと職人さんの手書きになります。5台ある、ジェスターライナーそれぞれこの天井が、異なっております。ジェスターライナーの天井ですが、車によってはオーロラ、北半球の星座、南半球の星座といったような星空を描いております。皆様もぜひ、関西地方へご旅行の際は、京成バスにご乗車いただき、こちらの、天井を、ぜひご覧いただければと思います。また京成バス以外のグループ会社でも、北は仙台から、長野、和歌山などなど、7路線の夜行バスが毎日走っております。また夜行バス以外にも、高速バスでは、成田空港や羽田空港、東京方面のアクアラインを渡って鴨川など、さまざま、高速バスを走らせております。ぜひ、京成バスで検索していただいて、ご乗車いただければと思います。まもなく、照明の方をつけさせていただきます。
で皆さんに、クイズがございます。バスの運転手さん、運転手さんはバス1台に何人いると思いますでしょうか。2人、3人、そういった声が、ありがとうございます。1台に夜行バスですと、実は2人の運転手さんが乗務しております。正解です。通常の高速バスは、バス1台で1人の運転手さんが、乗務しております。ただ夜行バスは、長い距離走りますので、原則1台に、2人の運転手さんが乗っております。交代交代で、運転をして、大阪や奈良の方に向かって走っていきます。ここでまたクイズです。夜行バスの運転手さんは2人でございますが、当然運転席には1人、もう1人はどこにいると思いますでしょうか。正解です。下という声が出てきました。ありがとうございます。実は皆さんのお座りの座席の下に、椅子がございます。選手が寝るの、紙椅子がございます。一人の運転手さんが運転中は、もう一人の運転手さんはそこで、休みます。交代交代で、休んで、販売へ向かっていきます。もしお時間ございましたら、このバス、降りましたら、そちらの紙椅子の方開けますので、ご覧いただければと思います。ご覧いただくと、ちょっと狭いスペースで、秘密基地のような感じになってます。この窮屈なところへ運転手さんは寝てるんですが、一度見てみるとびっくりするかもしれないです。このバスの車両ですが、実はトイレもついております。皆様のお座りの、中央、右側の黒いカーテンで仕切られたスペースがあると思います。そこを開けていただくと、下の方に、トイレがございます。まもなく、幕張メッセの展示場の方へ戻ってまいります。バスが完全に停車するまでは、ご着席のままでお願いいたします。このあと、幕張メッセの展示場では引き続き、3時まで、イベントの方を引き続きさせていただいております。ご乗車いただきましてありがとうございました。はい、